皆さんこんにちは、チョコバナーです。今日はじゃがりこ枝豆塩バター味を食べていきたいと思います。誕生日プレゼントでアシッドブラックチェリーが好きな友達が買ってくれました。それでは食べていきたいと思います。オープン。なんか枝豆のあのスナック菓子の匂いがする感じです。それではいただきます。なんか普通のじゃがバター味とあんまり変わんない気がします。ほんのりなんかそのスナック菓子の枝豆のスナック菓子の香りがほんのりさっと香るかなぐらい、気持ち的にそんな感じです。こんな感じでね、枝豆のブツブツが入ってるわけですよ。でも普通に美味しいです。なんかじゃがバター味とあんま変わんないかなって感じのアイディア。なんか久しぶりにじゃがいこ食べたけどめっちゃ美味しいな。はい、これ全然癖なくて、普通のじゃがバター味とあんま変わりなくって、ちょっとしょっぱいかなぐらいの感じです。枝豆の感じはそんなにないので、よかったら期間限定なのでね、よかったら皆さんも見かけたら食べてみてください。それではチョコバナーでした。バイバーイ。